高尾鉄創から1905年2月15日は、日本の剣術家、柔術家。流派は、鉄中流剣術、真心上げ流柔術。称号は大日本武徳会剣道藩士。号は独立祭。非善国長崎生まれ。新加一刀流を開いた三刀人、赤松則之に1843年より剣術を学ぶ。 1849年に免許を得て、九州を二度開国修行する。1854年、流名を、死の号から取った、鉄中流に改め、江戸に、道場、連武館を開くが、翌年の安政の大地震で消失した。その後、関八州を開国修行し、相模国浦賀で、中山作三郎に蘭学を学んだ。1857年、 岡山藩主に招かれ、微中で、約2年剣術を指導する。1859年、市の赤松則之の死により、長崎に戻る。1860年、長崎奉行所の剣術道場、内部官の教授に就任。1865年、第二次長州政党に従軍。1867年、長崎奉行廃下の治安維持部隊。 遊撃隊の師範となる。道場、報告官を開き剣術と柔術を指導した。明治維新後は、警察や学校等でも、剣術を指導した。長崎県において、鉄装は、芝江雲八郎と並ぶ達人として知られるようになった。弟子に、剣道十段となった、中野宗介がいる。ありがとうございます。